はい、おはようございます。4月14日水曜日でございます。フラッグ回帰ということでね、結局フラッグ回帰バイの方で取れたでしょ。いやー、そういうことをね、おととい昨日と追っかけてきたわけですけども、なかなかね冴えてますね。時間は5時14分なんで、またデイリーから見ていきますんで、こちらをどうぞ。はい、まずはフラッグ回帰ということなんですけども、フラッグっていうのはここからこういう風に線を引いて、あの旗の形ですよね。こういうふうに値動きが入ってきて、旗っていうのはね、戦国武将の旗ですよ。あのうどん屋の上りとかでもありますよね、大売り出しみたいな感じで、こういうやつ、いやいや我こそはみたいな感じで戦場に出かけていくときに、まあここにね、例えば六文銭とかこうやってあるんじゃないですか。ちょっと上手に書けませんけどもあ、これ縦でしたっけね、すみませんまあフラッグですよね。この形に似てるでしょ。だからフラッグって言うんですけども、一旦フラッグが壊れたかなと思ったんですけども、月火でフラッグ回帰するよと、要するに中の方に入っていって、もう一回ここでうろちょろするから、まあ昨日の時点でね、ここで弾かれて戻っていかない限りはバイの方で取っていけるよってことをお話しましたけども、まんまとバイで取れたなってことですよね。じゃあ4時間見ていきましょう。どの辺がバイで取れたのかなってことですけども、チャンネルラインをもう一回引くと、まあ、こういう風になってるわけですよ。あれ、チャンネルライン壊れてますね。こうか、あら、なんだこれ、すいません、変なになっちゃった。チャンネルラインがちょっと壊れてますね。まあいいや、ちょっと画面がね動いてるんでね、引きにくいですけども、まあこういう風に引いておきましょうか。チャンネルラインがこうあって、フラッグの中に、ね、戻っていくよってことなんです。これ右肩上がりのチャンネルラインになってますけども、ここからね逸脱したものが、あ、またチャンネルラインの内側に入っていくっていうところですね。ちょっと形が変わっちゃったんで、この4時間ではうまく説明できません。ちょっと1時間いきましょう。逃げるようにそそくさと。はい、昨日おとといで申し上げたのが、こちらの方が右肩上がりのチャンネルラインを引いてるでしょってことだったんですよ。まあですので買いの方で取れていける、その水準としてはここから落ちてますから、ここの水準に戻るまでは倍の方で取っていけるというねことだったりする。まあまあまあそうなってるなってことなんで、昨日ね倍でエントリーされた方はしっかりと取れていると思います。少なくとも含み損を抱えてる方はいないんじゃないですか、うん、まあこの辺で倍とか入っちゃダメですよ、もうもうチャンネルラインギリギリいっぱいのところでは入らないでください。この辺りではもう入んないでくださいよ。この辺りでエントリーはないですよ。エントリーするならもうここなんですよ。一番いいのはここ、ここね、ここで入ること、まあお分かりだと思いますけども、ここで入るから大きな利益が取れるってことなんですよ。ここで入るからね。はい、ということですね。まあ取れてよかったなってことと、あとはこちらの方を意識して、もうちょっとしたらね、もう数時間したら、完全にポジションを抜くか、あ、そして反転しなかったら突き破って上に行くわけですから、突き破って上に進んだのを確認して新しいポジションを組めばいいんじゃないですかね。そんなとこだと思いますよ、今後は。はい、というところでまずは取るべきところを取れたということでございます。こうね、フラッグ跳ね返らないんだったらもう倍で取っていけますからね。この2択だったんでよく見えていったんではないでしょうか。あのチャートに補助線を引くのをまずはね、とにかく何回も何回もしてください。できればそれを動画にしてアウトプットしてください。そうすることによって自分の見る目っていうのはどんどん磨かれていきます。それをせずに頭の中でねっていうのは上級者になることなんですよ。よくね、将棋でも上級者になると盤がいらないって言います。電話将棋って言って、例えばね、3一歩とか3四香車とかね、あえて口で言うだけで板の中に全部記憶できるそうなんですよ。でも上級者じゃないですか、こういうのって。だからFX もね、補助線を引かずにやるのっての上級者ですよ。基礎用語を覚えてチャートを見るようになったら、チャートに補助線をどんどん引きまくって、その補助まくった引き線と補助線と、例えば私の補助線が合っていれば実力がついたなと思っていただければいいし、他の勝った方の補助線と一致していたらやっぱ分かってきだしたなと思えばいいし、そうじゃないと検証できないじゃないですか、補助線引かないと。だから補助線を徹底的に引いてください。そしてね、この補助線どう思いますみたいな感じでメールをいただいてもいいですからね、それはちょっとお伝えしておきます。それではね、FX につきましては、夏が終わったら
秋口からまたね、あの講座を始めようと思いますんで、もう早いですね。去年基礎講座を販売して10月、11月、12月っていうコースで3ヶ月やりましたけども、あれからもう1年経とうとしてるんですよ。実力つきましたか？ FX1 年やってね、まだロットが上がらないとか勝ててないなっていう風に感じるとしたら、それは怠慢だと思いますんでね。 FX の世界から退場するか、もしくは腹をくくってもう一回一から学び直すつもりで取り組んでみることをお勧めします。それでは本日は以上です。